こんばんみ。こんばんみ。どうしたの？お疲れ様。疲れ。明日ね、明日、9月3日火曜日、9時半から富士山登山します。明日雨じゃないの？雨です、台風です、7メーターです、風速。うわ、やば。やります、もう決行するって決めたんで、明日やります。ちょっとね、奈々ちゃんからちょっと緊張してるんで、一言もらいたいなと思って。死ぬよ。なんて死ぬよ。いや本当に死ぬよって。いや頑張る、ちょっと頑張る明日は。うん、な、弾丸？いや弾丸じゃない。うん、弾丸じゃないけど、一応8号車目で予約は取った。一応その段取りとしてはもう本当に初めてなんよ、俺登山するのが。うん、登山自体がもう初めてで、初めての登山が富士山なんよね、今回。うん、で、一応その、吉田ルートかな、5号目の。あ、吉田ルートから行くの？そう、初めてやから吉田ルートがいいよって言ってたからさ、みんな。じゃあ簡単だ。いや。ただ私でも登れんだよ。何？私でも登れんだよ、吉田。いや、違う。奈々ちゃん、今日登ったことあるやろ？あるけど、もう、うん、私でも登れるから大丈夫。いや、簡単とかじゃなくて、いや、富士山って簡単じゃないじゃん。やっぱりさ、初めてやし、俺、初めてやから、本当になんか、吉田ルートって緊張してるよ、やっぱり今、もう前日になって。うん。だから、なんか、対策方法とかやっぱあったりする、その、何が必要とか、やっぱ何、こういうふうなの注意した方がいいとか。いや、雨だね。滑落だ、滑落を。雨。やばい。雨で滑って滑落よ。え、杖は？杖つくけど、こうやって配信自撮り棒持ちながら杖。杖は、うん。ミンチになっちゃう。まあ持ってった方がいいかね。杖はいる。滑落か、いや、なんか怖いな、なんか。大丈夫かな？風速が一応7メーター。雨降ってたら滑るよ。え、そんなに結構、こう、あれな、急降下っていうか、その、結構大変なの。上とか登る感じよ。え、結構こうあれ急？上は急よ。8号目とかは。急。本当に登る感じ、ロッククライミングみたいな感じ。マジで。まあ行けばわかると思うけど。多分、杖とかはついていけないと思うよ、上は。え？杖ついていけない？もう、登る感じだよね。登る？ってことは、もう、杖が邪魔になってくるってこと？その時はもう、カバンの中に入れちゃえばいいんじゃない？え？ちょっと待って、風速10メーターを超えると歩行が困難になり、傘の使用も難しくなる。風速7メーターは多少弱いものの、日常生活において微妙な、影響を及ぼす風速で。てか、ニコ生の人じゃなくなっちゃう。雨踏むから寒いんじゃない？いや、寒いと思う。一応、カッパで行く。もう、カッパ着て、もう行くよ、そのまま、スタートから。ダウンジャケットとか持ってんの？一応ね、なんかね、カッポ着みたいなの持ってきたから、カッパとかカッポ着をなんか一応持ってきたい。詰めて。装備品みたいな。装備品はね、あんまり。あ、全然それで大丈夫。こういうので、一応、いろいろなんか、ウィダーインゼリーとか、OS-1 とか、なんか、お薬とか全部持ってきたよ。ロキソニン、吐き気止めとか、なんか、保健所とかいるって言われたから、そういうのも全部詰めた。ああ。割烹着じゃない。なロキソニンはワンチャンいるかもね、足とか痛くなって、ね。ロキソニン。で、靴は、富士山の5合目で、なんか、借りれるみたい。うん。靴？靴は富士山の5合目で借りれるって、あの、あれが、あの、登山用の靴を。借りれたっけな。そう、だけどそれを借りる。買ってない、もう借りる。何、運動靴で行くの？5合目まで。5合目かな。5合目までは、あの、あれ、バスがあるからさ。ああ、はい。だけどバスでそのまま、もう普通のナイキの靴で行く、それが。あ、アブちゃんありがとうね。さっきありがとう。アブちゃんっていうリスナーさんが届けてくれたよ。水とかいっぱい今、ホテルに。水？うん、水とか、
ウィダーとかお菓子とか全部届けてくれた、グミとか。でもあのーうん、途中で売ってるよ、そういうの。いや、助かった、めっちゃ。もう、あの、なんか高いんや、ね。重たいよ、そんな持ってくと。あ、嘘。うん。いや、でもまあいいかなと思って、助かったなと思って。まあ、必要最低限持ってけばいいんじゃない、日本ぐらい。うん。荷物減らした方がいい。まあまあ、そう、なんかそういうふうに言うね。うん、重い、重いよ、かなり。今日一応買ってきたモンベルの、バッグと酸素缶と、酸素缶もなんか小さいやつがあったり、モンベルのね、バッグ買った。1本でいいよ。モンベルの登山用のバッグと、雨でも大丈夫なやつ？あ、そう、防水はね、ちゃんとね、これね、なんかね、防水スプレーは？いや、防水スプレーいらんのよ。こっから、チャック開けて、あれ？富士山でトイレするのもね、今日小銭5000円分持ってきてる。小銭持ってった方がいいね。なんか小銭いるんやろ。いるいる。なんかね、お札はあんま使わないかな。あ、ほんと？うん。なんか、あったあったあった、これこれこれ。これがなんか防水代わりになるらしい、これが。こっからピュンって出てくるらしい、防水カバーが。これ。これね。いいかもね。これが防水カバー代わり。うん。うん。そう。あ、山小屋はちゃんと予約してるよ、もう予約した。え、あと何用したの？何が？用意したもの。あ、ね、ちょっと待ってね。ね。あったあったあった。酸素缶。あのね、大きいやつじゃなくて、もう小さいコンパクトなやつにした、これ。あー、いいじゃない、10リットル。10リットルのこれ2本。酸素缶2本。と。あ、そうだ、ライトはライト。と、ちょっと待ってね、と。これね、ちゃんといるようにこうね。ああ、いいね。これね、こう、こう。これ。オッケーオッケー。それ何、電池？これとこっち。電池式のやつにした、電池式。うん。うん。これね。これと。全然持つね。うん、電池もあれ、一応持ってきてる、またたくさん。夜とか真っ暗だからね。そうそうそう、なんか言ってた。と、モバイルバッテリーが2万のやつが2台と、1万のやつが1台。あ、全然大丈夫だね。全部で3台。と、プラスアルファで、一応 USB 式のやつだけど、タイプ C じゃなくて USB 式の、電池式の充電器を持ってきてる。このどういうやつ？これこれこれ。電池入れて使うやつ。なんか電池を入れて、はいはい、電池を入れて使うやつ。そういうのも全部ジップロックに入れといた方がいいね。これも全部ジップロックに全部入れてる。うん。うん。と、これもジップロックに。濡れちゃうかな。モバジーも全部ジップロック。うん。こういうのも全部ね、これもね。あと、靴下は、5本指のやつ買ってきた。ナナちゃん、5本指。ああ、いいね、それ。靴下はもう5本指の。うん、そっちの方がいい。5本指ソックス。うん。これが、なんか、歩きやすいんやろ。うん。うん、圧縮してちゃんと持ってきてる、これも。これでしょ？でも足とか多分もう、うん、動かなくなると思うよ。え、やばい？足も。爪とか内出血するよ。嘘やろ、うん、マジで。そんな痛くないけどね。てかさ、奈々ちゃんもさ、配信しながら、誰と行った？奈々ちゃん誰と行った？富士山。みんなで配信しよう。何人ぐらいで行った？30人ぐらいで行ったね。あ、10人ぐらい？ 30 人ぐらい。30人ぐらい？石川さんたちと。30人ぐらい？うん。この時さ、やっぱ配信どころじゃなくてさ、喋れんくなったやろ、あんまり。うん、私は喋ってたけどね。すげえ。さすげえ。すげえ。そうなんや。うん。うん。ほんとに。ちょっと待って、一番上まで登ってないの、奈々ちゃん。死人が出たからね。嘘やろ？その中の？死人が出て、はい。もう登るの危険だから。嵐になっちゃって。
私は登りたかったんだけど、はい、グループで登ったから。あ、そうなの。で、死人が出たの。ガチで死、ガチで死人出たん。うん、死んだ。その日にってこと？奈良ちゃんが、登山した日にってこと？そう、登った日に。え？嘘じゃないよ、ほら。ガチ？嘘じゃないって、みんな見てないんでしょ？何年も前なもんだって。え？みんな見てないんだよ、その富士そばの企画を。え？いつの話それ？去年？ん？去年の話それ。去年じゃない、もう5年前とか、ね。あ、もう5年前ってよ。もう5年前ってよ。5、6年前。4年前くらいってよ。5年前ってよ、ほら。6年前、5年前。みんな知らないね。にわかなんで見てないんだよ。あ、にわか勢がいっぱい。うん。うんうんうん、うん。その時登った人のメンバーとかも言えないっしょ。ちょっと待って、雨降ってきたよ、なんか。ちょっと待って。それで結局もう、うん、ほとんどが降りたんだよね。はいはいはい。あ、金梅さんとか持ったの？もう 悪天候すぎて。はいはい。金梅さんとか持ったの？いない。あ、いない。全然違うじゃん、嘘つき。あ、そうなんや。うん、あ、ほとんどの人リタイアしたね、その時。あ、そうなんや。あ、でもほとんどの人リタイアした。マイナスなことっていうか、普通に前回毎年。うん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 。舐めない方がいいよ、本当に。うん、いや、俺舐めてない。マジで結構よ、いや、用心していこうと思って。リスナーに言ってんの、リスナーに。あー、リスナーにね。いや、でも、雨予報でも晴れたり降ったりとか繰り返すからね、山は。山って分からんやろ、ほんと、その時にならな。分からん。晴れ予報でも、大雨がいきなり降ってきたり、うん、突風吹いたりとか。あー、じゃあ分からんか。うん。滑落してなくなったね。いや、まあ大丈夫。うん、頑張る。いける。大丈夫。登山指数とか見るのが一番いいかな。登山指数っていうのを調べてごらん。そうするとなんかレベルがわかる。登山指数。登っていい日か悪い日。ちょっと待ってよ。登山指数。富士山の登山指数でいいかな。富士山でいいかな。富士山山頂の天気。風速9メーターって言われた。やばいよ。やばくねこれ。9メーターちょっとやばいね。え？風速9メーター C って書いとるよ。うん。風速9メーター、風速7メーター、風速6メーター。ベテランでもちょっと気をつけた方がいいぐらいだね。これ、本当に。これやばくない？ゆっくりの問題とダメかもね。やばかったらもう、休憩みたいな感じで。え、これやばくない？大丈夫これ。いや、C はちょっと危険よね。嘘。で、1度とか、うん、気温が1度とか。寒いね。で、雨に濡れるからすごい寒くなるよ。マジ？登ってて。夜とか。一人じゃない、二人。一応、つけてるつけてる。一応、補助つけてる。一人、福岡の配信者の子、つけてる。誰かいるの？一人ね、一応、うん、補助役で、福岡の配信者なんやけど、つけてる。一人。男性の男の人。一緒に登るの？うん、一緒につけてる。さすがに一人危ないって言われたから初心者でみんな。その人はベテラン？いや全然初心者。うん。二人とも初心者。二人とも初心者。うん。まあ大丈夫でしょう。若いから大丈夫じゃない？いや大丈夫と思うよ。あ、そうで石川さんも登るんだよね。石川のりゆきさんが明後日なんよ。なんか今日避けた、あ、避けたんでしょ、明日を。天気が悪いけんやろ。ああ。多分水曜がいいんじゃないの？いや、もう行くよ、俺明日。明日つって言ったもん、みんなに。大丈夫かね。風速がやばいな、これ9メーターって。9メーターってやばくない？これ。ね、TikTok でやるの？ TikTok でやる、明日9時半から朝の。うん。応援してね。ななちゃん、うん、応援してね、見といてね。何時かな？ 9 時半からね、もう夕方やってるからずっと。9月の3日で。から出た方がいいんじゃない？ 9時半からやから、9時半からスタート。うん、で、一応山小屋も予約してるから、もう、もし、うん、やばいなと思ったら8号目の山小屋に一回泊まる。そこに。もう泊まった方がいいじゃん。で、うん。で、泊まって、で、次の日の、9月の4日の日の、次の日の、8時からまたスタートする。うん。で、だいたい昼ぐらいに着くように、昼の、まあ、12時から1時ぐらいに
一番上に頂上についてみんなに見せれるように頂上を。で、そっから下山する。そっからまあ3、4時、4時に、あれ、あの高速バス予約してるからさ、5合目から。うん。だからあれ、まあ3時ぐらいまでに下山できるように、5合目までに。って感じの段取り。深夜山小屋出ればいいんじゃない？深夜って朝方ってこと？みんなそうだよね、朝方登って御来光を見てるよね、うん、いや御来光はもう見ない、あの寝てるもんだ。いや御来光だってみんな寝てるもん。うん、みんな寝てるから。いや御来光は見ない。みんな寝てる。そう、リスナーさん寝てるんよ。したら起きてる時間帯でみんなで見せたい。だったら止まる意味なくない？いや弾丸で行けって。じゃあご来光見るためにみんな泊まるんだね。いや、ご来光見ない。違う。ご来光見なくて、夕方の、まあ、6時か、まあ、6時から5時ぐらいまでに、あ、違う、4時か5時、明日の4時か5時ぐらいまでに、夕方の4時か5時ぐらいまでに、とりあえずホテルを目的地に頑張る。うん、8合目の。そう。うん。で、もうホテルで休憩して、次の日にちゃんと朝ごはん食べて、で、8時に出発する、朝の。いや、いいでしょ、まあ、じゃあ途中で見る感じか。そう、泊まるなら見た方がいい。泊まらせろや。泊まってゆっくり休むのね、体力的に初めてだから。また行けばいいでしょ、登山グッズ買ったんやから、うん、そんなんつまらんって、うん、そもそもまず行けるかどうかわかんないから。やかましいぞお前、本当に。うん、そうだから、そんな感じで行こうかなと思って。そう、弾丸はさすがにちょっと危ないと思う。うん。そうなんだ。うん。ご来光見た方がいいの？まあ行くんだったらね。いや、ご来光はちょっと見ない。うん。昼にみんなに見せる。昼に到着ってみんなに見せる。うん。だってさ、あれじゃん、みんな寝てるじゃん。そう、うん、8合目からも綺麗なご来光見、あ、そうなんや。それでもいいかもね、8合目から綺麗なご来光見て。このホテル私泊まったかも。なんかね、あれなんやろ、奈々ちゃん、なんかあれ結構富士山のこうやってなんか01から聞いたんよね、これアドバイス聞いたんやけど、うん、あのあれなの、結構配信者切られるんやろ、小屋で配信したらね。あ、ダメなの？いや、ダメだよ。え？小屋の中で配信したらダメなの？みんな寝てるもんだって、あの雑魚寝みたいな感じよ。あ、ダメなの？うん。あ、個室なの？俺んとこ広い個室だよ。一泊4万円の小屋だぞ。あ、じゃあ大丈夫じゃない？一泊4万の小屋だぞ。さすがにいいでしょ。いや、カプセルとかじゃないって。静かにやればね。カプセルとかじゃないって、一泊4万円ぐらいする小屋取ったのよ、ちゃんと。あの、ちゃんとできるように、配信とかできるように。え、なんて？え？なんて、奈々ちゃん。静かにやればいいんじゃないのって、こう、質問した。やめとこう。次もし配信したら。寝るところじゃないかも、疲れて寝ちゃうと思うよ、多分。多分できんかもしれんね。まず。企画倒れになったらシャレなんし、やめとこう。個室ではせんどこれ。やめとこう。ご飯付きで4万。パッと寝て、パッと起きて、外でやった方がいい。てかもう、ワンチャンそれだったら、弾丸で行くか。弾丸はやめた方がいいんだな。弾丸で、いや、奈々ちゃん、弾丸で行って、もう弾丸で、もう朝からもう弾丸で行って、で、もう上まで行って、で、そのままもう帰りに泊まるかも。帰りに。いやー、無理だと思うよ、うん、夜だから。あー、きついかな、やっぱ。きついと思うよ。もう知らルートでも。嘘。泊まった方がいいと思うよ、ちゃんと。泊まった方がいい。8合目で泊まった方がいい。うん、泊まって寝て起きて、うん、また登った方がいいと思う。ちょ、気をつけようかね、じゃあ。危険だよね、ちょっとね。予想以上に危険。いや、まあちょっと明日の状況次第かな、もう頑張ろう。なんか不安になってきた、みんなちょっと。今弾丸で登る人いないもんね。そう、なんか01からは、なんか覚悟あるんやったら弾丸で行けって言われた。あ、そのキャップを裏返すんだよ。これだ。はめんだよ。こうだ。ねえ。こうだ。これだ。おお。
これだ、これだ、これだ。鼻から入れるってどうやって入れるの？なんて、なんて、なんて。鼻から入れるってどうやって入れるの？鼻から入れるってだってこれじゃない？この穴を、鼻に打ち込んでこうやってするじゃん。って。そんなん書いてある鼻からって。え？なんで？なんで？鼻からって書いてある？いや、口から口から口から。ちゃんと。口からね。うんうん、ちゃんとキャップがマスクとなりやけん、キャップが、このキャップね、このキャップがマスクとなり、うん、ここに刺し、刺して、うん。吸えてる吸えてる、全然違う気持ちいい。どんぐらい吸えんだろうね、10リットルって。使用時間はボタンの押し加減により連続で3分から5分ですってよ。これ、たかが知れてない？これ。これ、これ大丈夫？たかが知れてない？少なくない？だから2本で10本、うん、ちょっと気をつけろ、今日無駄遣いしたらいかんわ、奈々ちゃん、これだからほんと緊急時でね、ほんと頭痛くなってだるくなってみたいな。いや、おー、なんかきつくなった時はね、よっぽどこれね、ヨギマモスタイルはやばい。こんな感じでいきます、明日。あ、いいじゃん、完璧。あと靴だけどね。靴はあの、借りるから、登山用の靴を。うん、靴下はちゃんと5本指の靴下だから、もう結構バッチリじゃない？用意はバッチリやろ。あと杖は向こうで現地で借りる、もう全部レンタルした杖と靴。うんうん、いいよね。あといらなそうでなもんね。ズボンはこんな感じやから、ちょっと暑いな、うん、いいよね。あと中ぐっちゃぐちゃになるよ、パンツとか。もうぐちゃぐちゃでいいよ。うんうん、とりあえずこれで行くよ、明日。いいやろ。いいんじゃないですか。うん、で、小銭はもうたくさんも、もうたくさんも。小銭はもういっぱい。これ濡れても大丈夫なの？あれ？濡れたらダメ、これ。どこの財布？いや、わかんない。これ Amazon で買ったやつ。小銭入れ。これたんまりね。大丈夫ね。うん、これで。トイレ用ね。これトイレとか水用ね。トイレ水用。完璧じゃない？これで。完璧じゃない？うん、いいよね。こんな感じで。プロクの方がいいけどね。え？完璧じゃない？これ。OK。OK よね、これで。携帯は防水ケースない。あとは携帯。ない。防水ケースがないんよ。声が聞こえなくなるじゃん、防水ケース。どうしたらいい？壊れるかもね。壊れる？ジップロック。壊れる。あ、ずーっと濡れてるとね、まあ、大丈夫だと思うけど。浸水しなきゃ。どうしたらいい？ワンチャン壊れ、もう iPhone いくつだっけ？ん？ iPhone いくつで登るの？ iPhone14 で登る、今回14と15交互に切り替える。じゃあ大丈夫じゃない？14と15切り替えるけど、もう17出るしね。 いいよ、壊れて16ね、次16か、壊れてもいいよ、16出るし、うん、もう16買うし、どうせ。うん、私も壊れたね。え、嘘やん。登ったとき雨めっちゃ降ってたから。マジで。ああ、防水機能って需要なかったっけ？いや、あるけど浸水しなきゃまあ大丈夫かな、うん、まあ大丈夫と思うよ。ジャージみたいなズボンいる。もうカッパで寝る。カッパカッパカッパでどうにかなるよ、みんな。うん、うん、大丈夫、みんな。それよりもまず登りきることが大事。うん、ちょっと登りきる。ズボンって誰か言ってるよ。え、なんて、ね、ズボンって、なん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 て。ああ、だからズボンの中にレギンスってことだよ。いらない、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 いらない。俺だって福岡の時に5度とかの時に、気温が5度とかの時に何も履かないんやから、俺。大丈夫って、履きたくないって。
レギンスなんて。あと汗かくからね。汗かくから気持ち悪いから履かないよ。ヒートテックとか今まで履いたことないよ。5度とか4度とかでも。履きたくない。気持ち悪いじゃん。普通は2枚履きよね。そうなの。俺絶対それ嫌だ。うん。うん。パンツ一丁。パンツ一丁に着るそのまま。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。とにかくみんな見ててあった TikTok ライブちゃんと見てよみんな。その文句ばっか言わんで。応援してよみんな。ギフト投げなくていいから。コメントで。本当に。うん。うん。みんなの応援せんときついよ。明日泣いてさ、うん、大丈夫。明日頑張ります。どうなんだろう。え？なんて？だね、配信持ちながら登るのは結構大変よね。きついね。それよね。トラ、うん、片手になっちゃうからね。配信の持ち方とかってある？ななちゃん、その配信の持ち方とかってさ、そのなるべく短くした方がいいとかさ。気合で登り切ります。まあ早く寝た方がいいと思うよ。もう今から風呂入らないといけない。明日早いから。うん、お今から風呂入って明日はね、6時前に起きないか、5時50分に起きないか。うん、朝は入るの？いや入らん、もう夜入っとく。うん、朝入らない。夜は入っとくの？夜入っとく。もう今から入らないと思う。うん、きついから。だから今から入って。どうだろうね、若いから大丈夫だと思うけどね。おやすみ。いやまあ大丈夫と思う。俺もちょっと大丈夫っていう気持ちでいかないと、不安な気持ちでいっちゃうと逆にダメやから、大丈夫大丈夫と思っていった方がいい。うん、うん、大丈夫みんな。まあね、とにかくみんなが応援してくれることを俺はもう祈ります。みんなが応援コメント、アンチコメントじゃなくて頑張れとか大丈夫とかってコメントでだいぶ違う。うん、これだけでも、うん、お願いします。皆さんも応援 TikTok ライブでします。死なないように気をつけていきます。うん、気をつける、死なないように。 TikTok ですいません皆さん。ゆっくりと登って。え？なんで？ゆっくり登ってね。うん、ちょっと気をつけていくわ。うん、奈々ちゃんも定時配信終わったらチラッと見に来て様子でも。うん、うん、頑張りますんで頑張ってください。気をつける。うん、キャスはしません。TikTok でやりますんで、皆さんよかったら、はい。応援よろしくお願いします。うん、しんどかったら、奈々ちゃんに。9時半でしょ ?9 時半。奈々ちゃんに LINE 入れるかもしれない。しんどいですって。無視さんかな無視せんでない、無視。すぐ無視するけど。どうしようね。10時ぐらいにかかってきたな。10時ぐらいにさ、ごめん、きついって。奈々ちゃんに電話しとくかもしれない。配信中にごめんきついんやけどって。うん、私も寝るわ。もう11時だ。うん、俺ももうあの風呂入るね。もう終わります。俺も、はい、終わる。明日頑張るね。ありがとうね。頑張って。うん、ありがとう。ビボリート、ありがとう。ジャバク、ありがとうございました。ありがとう。いつも俺も終わります。奈々ちゃんもありがとう。リスナーさんもありがとうね。皆さん、じゃあ明日、みんな、9時30分 TikTok ライブで、富士山で会いましょう。皆さん、あの、僕のね、TikTok フォローお願いします。あの、明日、登り切りますんで、よろしくお願いします。あと、X にもね、通知出します。X もね、フォローしてください。じゃあ皆さん、バイバイ。頑張るぞ、明日。行くぞー。えい、えい、おーえい、えい、おー、えい、えい、ふぉー。じゃあねー。バイバイ。おやすみ。おやすみなさい。じゃあねー。